79番11面関ゼオン菩薩。四国88箇所の天皇寺にあたる。八本松八十八国仏は、広島県東広島市八本松町にある八十八体の石仏の総称。船形の後輩を持つ石仏である。大正末期、人家もまばらない中だった八本松に、人の集まるものを作りたいと、北海道開拓で富を得た。 堀岡熊次郎が中心となって建立した。四国八十八箇所に倣って、隠れ城の本尊と同じ如来、菩薩などの石仏家が一番から八十八番まで、その順に設置されている。大正十五年に完成し、五月に海岸供養を行ったものと推定される。長い間石仏家の全容は忘れ去られていたが、百九十八年七月に、 八本松八十八国仏の会が発足すると、再び地元の人に知られるようになった。石仏の会発足当時は、四体の石仏が所在不明だった。このうち二体は会員によって発見されたが、残る二体は発見できなかったため、会員の一人が新たに彫刻し、混流した。このほか、順配コースから外れていたものも、元の位置に戻された。現在、 年に2回の定例石仏巡りが8本末88国仏の会によって開催されている。1番から48番までの山コースと48番から88番までの里コースに分かれる。総所要時間は約4時間半。ありがとうございます。